竜歌は中国、遼年省出身の卓球選手。2004年に神戸市で行われた世界ジュニア卓球選手権では、女子シングルスは準優勝に終わったものの女子ダブルス、混合ダブルス、団体で優勝した。2009年の世界選手権横浜大会では、女子シングルスでベスト4に入った。同年10月のワールドカップで優勝。 ITTF プロツアーでも好成績を重ねて2010年1月3日に発表された世界ランキングで1位となった。2010年の世界選手権モスクワ大会では超異名の抜けた中国代表のエースとして団体戦9連覇を期待されたが決勝のシンガポール戦で大越西へ氷高し前前に敗れて優勝を逃した。2016年の 第53回世界卓球選手権団体戦で、リアキラ・カスミ、丁寧と共に優勝。同年のリオデジャネイロオリンピックでは、世界ランク1位であるものの、団体戦のみの出場となり、リアキラ・カスミ、丁寧と共に、金メダルを獲得した。2019年の第55回世界卓球選手権個人戦では元、との混合ダブルスで、金メダルを獲得した。 翌日の女子シングルス決勝では、陳夢を破り、2009年から続く6大会、連続メダルと初優勝を飾った。2021年の東京オリンピックでは、元、とのペアで混合ダブルスで、銀メダルを獲得した。福原愛とは、仲が良く、しばしば性比べを行い、お互いに、自分の方が、背が高いと主張している。ありがとうございます。